リュオミュージックエクスチェンジチャンネルをご覧の皆さん、お世辞です。今日のテトークテーマ、今日のトークテーマはライトの武田さんから。ライトから、お金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 の何、お金について何でもいい。そう、お金について。じゃあ、まあ、お金はさ、みんな大事じゃん。お金より外限らん、外限らん。お金より大事なもの、まあ、お金より大事なもの。あ、そういうこと。これでいこう。あ、なるほど。お金より大事なもの、何やろ。時間とか。結局時間はやっぱお金で買えない。そうね、いくら出してもね、昨日の自分にはまあ戻れないわけだけど、時間かな。俺は有限ですよ。なんかあるお金みたいな、ある。お金より大事な、お金大事と思ってんだよ、そもそも。みんなそこだよね、まずね。いや、みんなお金が一番大事やと思ってる可能性もある。まあリアルそうだ。俺だけが時間とか言ってる。俺らは、え、金一番大事じゃん。いや、でも、いや、普通に考えて金が一番大事ってこういう YouTube とかで言ったらあかんとか。それはもし思ってたら。それを言わすのが俺だから。武田君、逆にじゃあ武田さんはお金より大事やん。不動産。そうだね、トークテーマお金ってやっぱおかしない。お金はやっぱりさ、いや、リアルな話、まあ、切り離せないじゃない。まあそうだね、うん、死ぬもん。でもお金を気にしないで、でもそれまた自分の本の宣伝ぶち込もうとしてるから。後ろに隠してる。全部カットしておいてください。ここまモザイクかけてそもそもノステージじゃねえしょ。その初めからモザイクで、こっからでも次誰かに行くよね。トークとかね、ライトからバトンもらって次のトークテーマで、うん、なんか決めましょうか。お金からの、からの、あ、だから時間でいい、うん、あ、時間ね、なるほど、うん、あなたにとっての、時間と、時間と、これ誰に行くか分かんないですよね。まあじゃあ誰か分かんないですけど、待ってください。告知などあれば。ライブがね、でもコロナでなかなか先のライブちょっと決めれてないんですけど、アルバムが出たんですよ。ハーベスト、CD 今オンラインショップ、うちの店のオンラインショップとかでライブ会場とかで、売ってますんで、よかったらぜひ聞いてほしいです。大丈夫ですか。他なんかこう、ポンポンポンさっきしたから大丈夫。じゃあそんな感じで、ごきげんよう、ロスエジでした。ありがとうございました。ありがとうございました。